ノーブレーキピスト、ノーブレーキピスト、ノーブレーキピストとは、ブレーキを両輪装備なしの状態で行動にて、使用されている、トラックレーサー、固定ギア、フィックストギア、フィキシーのことである。日本では、ピストや、ピストバイクとも呼ばれる、実際は、ピスト、ピストバイクという、単語自体はブレーキがついているものも含め、トラックレーサー全般を指す。口術のように走行について、 規制を設けていいる国が多い元来、ピストは専用のトラックを走行するための競技用の自転車である。ピストはフランス語で自転車競技場やそのトラックのことを指す。トラックレーサーは競技場で使用されるものであり、ブレーキを装着しないのが基本である。競技場において使用されるトラックレーサーについては、ブレーキが装着されていなくともノーブレーピストとは呼ばれない。 一般の自転車とは異なり、ピストはフリーハブを採用しない固定ギアである。ピストはペダルと車輪が直結していて逆にコグとバックする構造になっており、ブレーキの代わりにペダルを逆に踏むスキットと言われる技術で制動する。ハンドルはブルホーンバー、またはドロップハンドルのものが多い。ピストでの走行は危険性が高く、そのために違法となる国が多い。 日本国内の公道を走る行為は、公道を走る際の必須装備であるブレーキを備えていないため、道路交通法違反、制動装置不良となる。自転車の制動装置は、道路交通法施行規則により、全車輪及び5車輪を制動することと定められている。2013年11月には、後輪にブレーキがない BMX を公道で乗り回して、反則告知を受け、 再三の出頭要請も無視したことで初の逮捕令が出た。なお、公道でなく公共の場所での使用でも、職法行為となる。もともとはアメリカ合衆国の貧しいメッセンジャーたちがパーツ代やメンテナンスに金がかかるロードレーサーを買えないため、その代わりにシンプルでメンテナンスも楽な自転車として利し始めた。トラックレーサーは変速機がなく、 また固定ギアを使用するため、構造が単純で整備性、耐久性に優れている。注油の必要な修道部分がほとんどない。トラックレーサーが使用されるようになったのは1970年代、今1980年代にかけてのニューヨークと言われている。次第にストリートカルチャーとリンクし、2001年のドキュメンタリー映画、ペダルで注目されるようになった。 2000年代半ばに日本にも輸入され、ストリートカルチャーの世界で新しい流行として取り入れられた。この流れの中で特に大きな役割を果たしたのが、ニューヨークで数年間メッセンジャーをしていたとされるデザイナーのマザッキーや DJ の藤原広志らのグループである。加えて、広告業界は一種のファッションとして、ノーブレエキピストを肯定的に捉える事例が散見される。 以下はその例である。旧来のスポーツ自転車愛好家たちの中には、ノーブレーキピストに限らず、保安部品を除去、無効化させているような行動上での運転に対して、危険な改造を施した自転車や、その愛好家に対して、自分たちとは違う存在であると主張する者も,もいる。特に下記の法規制が行われる以前より、旧来の自転車の愛好者層からは、 危険性が増す装備が文化やファッションの名のもとに広がりを見せていることは問題であるファッション、格好つけのためならば何をしてもいいのか。人を事故で怪我をさせて、果てには殺すこと、その危険性を故意的に感化することも文化なのか。事故だけでなく他者の安全が確保されるからこその行動上での乗り物であるはずだという定期と批判が再三において行われていた。 ペダルの種類に関かかわらず、ノーブレーキピスとは、ブレーキを装備した自転車と同等の制動距離では、決して止まれず、行動上で起きる、想定外の緊急事態への対応は、不可能である。前進時とは逆方向の力をペダルに加えることで、少しずつ減速することはできるが、操縦者の体重以上の力で下から押されればどう、頑張っても、なす術なく、放り上げられてしまう。 十分な訓練をしていてもクランクを抑えきれず、体が浮き上がってしまい、転倒に至る事故も多発している。主テーマとして自転車を扱った漫画である、宮尾武の、青葉自転車店、シリーズ、少年画報社、ヤングキング関連誌にて、連載では、特にこの点をピックアップして、ノーブレーキピストの行動での運転を再三にわたり、大きく批判している。 2013年7月1日、東京都は自転車安全条例を制定し、その第23条において、自転車小売業者は、自転車の利用が道路交通法その他の自転車の交通または安全性に関する法令の規定に違反することとる、ことを知って自転車を販売してはならない。と定義し、事実上それまでは、の話だった、 行動走行用のノーブレーキピストの都内での販売を明確に禁止した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。